フロンティアリサーチセンターの黒住元則と申します。私は肌や顔の状態から人が感じる印象について研究をしています。顔の動きの状態を正確に測るためにモーションキャプチャーという機械を使って顔の動き方を計測したんですが、その結果私たちが年を取ると顔の動きっていうのが表情について動かなくなる、加齢によって生じる頬の 0.1 秒という遅れなんですけども、物体の動き方としてはごくわずかではあるんですけども、その 0.1 秒というのは人の顔の中で生じるとすごく私たちっていうのは敏感に気づくことができるんですね。その頬の動き方、その遅れに私たちは気づくだけではなくて魅力を低下させてしまうなど顔の印象にも影響することが分かりました。私たちは肌の表面の動き方と肌の内部の状態、この間の関係性を明らかにできたことで、店頭で実際にお客様の肌の動き方を測ると肌内部を推定するという、そういった肌分析技術として、活用することができました。その実験室の一室で発見できたことっていうのが、実際に店頭で全国の人が自分の新しい姿っていうのを気づくきっかけになるっていう、たくさんの発見につながるっていうことにすごくやりがいを感じています。今回の研究のように客観的に自分を知るっていうことは悪いことばかりではなくって、自分がこれまで気づかなかった魅力に気づくことにもつながると考えてます。ですので人がこれから生き生きと若々しくありたいということに応えていきたいです。表面的なものだけじゃなくって、今この人は何を考えてるのかなとか、そういったことも何か考えるようになりました。早くマスクが取れて人の顔とたくさん接するような、そんな時代になればいいなと思ってます。